球磨川の支流川辺川では朝早くから川に入り鮎を追う人の姿がありました。釣り人は縄張りを持つ鮎の習性を利用し釣り糸におとりの鮎をつないで泳がせる友釣りと呼ばれる手法で当たりを待ちます。しかし先日の大雨で今日は川が濁っていたためなかなか釣れません。7月頭ぐらいからまた釣れるんじゃないかと思うんですけど、なぜ川辺縄は鮎はまあいい魚なんで釣り人は鮎の餌となる苔が育った後の釣果に期待を寄せました。